こんな夢を見た。何でもよほど古いことで神代に近い昔と思われるが自分が戦をして運悪く負けたために生け捕りになって敵対将の前に引き据えられたその頃の人はみんな背が高かったそうしてみんな長い髭を生やしていた川の帯を締めて それ棒のような剣を吊るしていた弓は藤士るの太いのをそのまま用いたように見えた漆も塗っていなければ磨きもかけていない極めて素朴なものであった敵の大将は弓の真中を右の手で握ってその弓を草の上へついて 坂上を伏せたようなものの上に腰をかけていたその顔を見ると鼻の上で左右の眉が太くつながっているその頃カミソリというものは無論なかった自分は虜だから腰をかけるわけにはいかない草の上にあぐらをかいていた 足には大きなわらを履いていたこの時代のわらは深いものであった立つと膝頭まで来たその端のところはわらを少し編み残してふさのように下げて歩くとばらばら動くようにして飾りとしていた 隊長はかがり火で自分の顔を見て死ぬか生きるかと聞いたこれはその頃の習慣で虜には誰でも一応こう聞いたものである「生きる」と答えると降参した意味で「死ぬ」と言うと屈服しないということになる自分は一言「死ぬ」と答えた 大将は草の上についていた弓を向こうへ投げて腰に吊るした棒のような剣をするりと抜きかけたそれへ風になびいたかがり火が横から吹きつけた自分は右手を楓のように開いて棚心を大将の方へ向けて目の上へ差し上げた 待てという合図である大将は太う剣をかちゃいとさえに収めたその頃でも恋はあった自分は死ぬ前に一目思う女に会いたいと言った大将は夜が明けて鳥が鳴くまでなら待つと言った鳥が鳴くまでに 女をここへ呼ばなければならない鳥が鳴いても女が来なければ自分は会わずに殺されてしまう大将は腰をかけたままかがり火を眺めている自分は大きな丸靴を組み合わしたまま草の上で女を待っている夜はだんだん更ける 時々かがり火が崩れる音がする崩れるたびにうろたえたように炎が大将になだれかかるまくろなま湯の下で大将の目がピカピカと光っているすると誰やら来て新しい枝をたくさん火の中へ投げ込んでゆく。 しばらくすると火がパチパチとなる暗闇を弾き返すような勇ましい音であったこの時女は裏の奈良の木につないである白い馬を引き出したたてがみを三度撫でて高い背にひらりと飛び乗った蔵もないあぶみもない裸馬であった 長く白い足でふとを蹴ると馬は一斉に駆け出した誰かが鏡を突き出したので遠くの空が薄明るく見える馬はこの明るいものをめがけて闇の中を飛んでくる鼻から火の柱のような息を二本出して飛んでくる それでも女は細い足で仕切りなしに馬の腹を蹴っている馬はひずめの音が宙で鳴るほど早く飛んでくる女の髪は吹き流したように闇の中で尾を引いたそれでもまだかがりのあるとこまでは来られない すると真っ暗な道の旗でたちまち「こけっこう」という鳥の声がした女は身を空ざまに両手に握った手綱をうんと控えた馬は前足のひずめをかたい岩の上にはっしと刻み込んだ「こけっこう」とニワトリがまた一声鳴いた 女は「あと言って閉めた手綱を一度に緩めた馬はもろ膝を折る乗った人と共にまともへ前へのめった岩の下は深い淵であったひめの跡はいまだに岩の上に残っている 鳥を鳴く真似をしたものは天ャクであるこのひずめの跡の岩に刻みつけられている間天ャクは自分の敵である <music>